ありますね。はい。福袋開封、よっしゃ、来た。めっちゃ楽しみにしてた、もう。はい。待ち遠しかったー。もうね、では、紹介したいと思います。早速ね。はい、今回開封する福袋がこちらになります。ふたどどん、じゃいー。あ、ちょっと大丈夫か。割れちゃうからね。気をつけないとね。インパクトあるでしょ。で、もう一つあります。それがこちら、ボンダー、ドドドーン。はい、こちら2袋で、ね、購入しました。勢いだ。これはもう勢いなんですけども、まあ2つね、購入させていただきました。ツボの福袋になります。はい、正式名称がね、正式名称、遊戯王究極ツボ袋最高アド6万円というね、ハテナハテナハテナが続くんですけども、はい。あと最高額6万円相当ね、福袋購入しました。これ一袋ね、3万円です。3万円なんで、計、これで6万円の、はい、分の福袋になります。の開封になりますね。はい。なんでまあ、6万円のね、福袋当たれば、まあ元は取れるという感じで考えておりまして、はい。まあ、それはどういうか。一応9袋で作られておりまして、まあバリエーションとかいろいろあったんですけども、他のツボちゃんもあったんですよ。うん。9個の、でも私がバンダマが見た時はもう半分ぐらい減ってたのかな。うん。で、強欲なツボはね、うん、まだね、売れ残ってたんでね、こうすぐ買っちゃったんですけども、あと一つね、まあ何しようかなと思って、体力のツボ。はい。まあバンダマにぴったりだなと思いまして。購入しました。はい。一応今回内容がですね、6万円相当の壺袋が、まあ、一つ作られておりまして、あとは4万から5万。これも一つ入っているそうですね。あとは3万から4万。これが2つ。2つですね。で、2万から3万。これも2つ。で、これが当たっちゃいけない。1万から2万。これが3つ。ということで、計。9つというね、9個、はい、の福袋構成になっております。はい。いやー、この中にね、爆アド、ね、商品が入っていればいいんですけども、とりあえずもう早速ね、見ていきたいと思います。開封、始めます。で、ここで一応場面がバッと変わるんですけども、なんかね、どうしよう、この大きな福袋を開封どうしていこうかなと、手元だけ取ってもね、楽しくねえかなと思って、うん。だからやっぱりこう出してるところ取った方がいい。もうちょっと近づけた方がいいね。まあ、バンダマは見えなくていいから、商品だけ見えればいいから、うん。もうちょっと近づけて、うん。工夫したいと思いますんで、ちょっと近づけますね。はい。ちょっとお待ちください。セッティングします。はい。はい、ということで、まあこういう風にセッティングさせていただきました。いつもよりかちょっとね、全体像が見えるように、はい、セッティングさせてもらいました。まあこれでちょっと見えていくかなと思いますけどもね。はい、で、開封、どうやってしようかなと思うんですけど、やっぱり一袋ずつの方がいいのかな。まあ、一袋ずつの方がいいよね。いや、両方でこうやってやった方がいいのかなと思って。わけのわからんこといいか。はい、では、一袋。じゃあ、待てよ。体力のツボからいきましょうか。はい。これメインですからね。はい。皆さんもね、これやっぱもう、誰が見ても分かるでしょう、もうこれは。うん。有名どころ有名ですからね。ツボの中でもね。では、体力のツボから開封していきたいと思います。いやー、ほんま楽しみだ。あとね、バンダマンね、まあ、その、リアクションとかできないと思うね、やっぱり。その、6倍入っててもさっぱり分かんないから。結局分かってねえのかよっていう。うん、相場的なものがね、さっぱり分かんないから、うん、皆さん、そこは頼みますね。はい。皆さんの方で計算してください。じゃあ、こうやってね、中見る、あ、フレマ入ってるな、やっぱ。フレマ入ってるや。じゃあ、フレマから見ていきましょうか。はい、せーの、はい。何のフレマ？え、何これ？あ、ハサミチョキチョキだ、これは。やばい、切れちゃう。未開封でしょ、これ。やばい。何これ。あ、ハサミ大丈夫だ。こっちだ。せーの、ドン！おー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 。
え、オフィシャルカード、ちょっと待てよ。おうおうおうって言ったけど、もうさっぱりわかる。2015年のフレマですね。え、ヒーロー？ヒーロー系？これ。アーク5じゃないな。え、アーク V。アーク5か。アーク5なのか。まあちょっとね、値段の方がほんまにわかんないんで、さあ、これを引いて次行きましょう。はい。いきますよ。もうちょっとしか入ってないような感じがするんだよな、これ。あとね、なんだこれ。あ、ドン。あ、スリーブだ。スリーブ。スリーブは、なんだこれ。輪ゴムでかかってるぞ。はい。え？これって、ダメ。これダメじゃん。あ、ヒーロー系できたか。はい。見えますかね。恐ろしい。ヒーロー系ね。あれ、これは、これシングルカードですね。あとね、あとシングルカードが結構入ってます。何気に。うん。じゃあ、それを見ていけば。ちょっとあれ、バンダマン、バンダナが、バンダナずれてきたよ。笑いすぎて。笑いすぎなのかな。よし、じゃあこれで見ていきましょうかね。まずこっちの封筒の方から見ていきたいと思います。これは明かり、すぐ開けやすいね。開けやすい。さて、あ、開けやすかったけど、こっから来た方がいいな。さて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 。どうなんだ？こうか？いきます！せーの、はい。うん？なんだこれは。あははは。出たー。リエリストエディションの3ですね。はい。未開封パックですね、これ。3パックだな。あー、3パックだ。はい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 。あ、これディメンションエディション4だ、これ。これだけ。はい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 。なるほど。そうきたか。くぅ。これってあんまり高くないよね。確か。はい。あとじゃあこれ。シコラガがシングルカードになるんですかね。はい。バンダナずれてくるよ。バンダナ、どんだけずれるんだよ、これ。この撮影中何回ずれるんだよ。はい。全く、まあ、フラグと関係ないものが、まあ、ここでは出てきましたね。とりあえずね。はい。過去の商品が。さて、シングルカード。これもね、まあ、ちょっとね、本当にね、相場的なところで言うと、ここ、今までいくらだ？大丈夫か？いきますよ。これ、裏面？はい、いきます。せーの。硬い。硬い。バンダお、でも結構ね、あ、ローダーに入ってる。ローダーに入ってるね。しかも2枚入ってるわ。これは何だろうな。いきます。せーの。バンダおー、ペンデュラムか。はいはいはい。ペンデュラムですね。ほう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 。ペンデュラムドラゴンと、あ、こっちもペンデュラムドラゴンでした。はい。これは、まあ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 、今はちょっと価格が落ちてきてるんですけども、まあまだ割といい方なのかな。うん。これね、買った時がね、もう数ヶ月前なんですよ。うん。なんで、ちょっと数ヶ月前のね、相場と、今の相場とでね、全然変わってきますんで、はい。うん、これもやっぱりローダーに入ってますね。うん、また2枚ですね。はい。見ていきましょう。こっちか、こっちか、こっち。こっちだよね。こっちだけど、見にくい。はい、いきます。せーの。まだ。あ、うさぎだ。やった。おー、うさぎ。え、これ何、シク？あ、シクじゃないわ。あ、コレクターズ。あー、これね。はいはいはい、はい、まあ。コレクターズですけどね。はい、2枚。うさぎ。あ、いいじゃないですか。これは好きだよ。何気に。全然、ヒーローと関係ないけどね。はい。じゃあ、これもローダーに入ってて、はいはいはい。見ればいいですね。2枚ですね。いきまーす。せーの。バンダ。
おお、やった、うららだ。うらら。スーパーだけどね。はい。でも今ね、高騰中ですからね。はい。今結構、また伸びが出てきました。はい。このカードね。よかったよかった。はいはい。まあ、いつの時でも安定のカードが入っておりまして。はい。ではまあ、体力なツボは以上になりますね。はい。以上ですね。体力なツボ、終了。いくらだよ、これ。これ1万から2万相当じゃのやつか、うん、最低のやつか、1万から2万相当だろこれ絶対、うん、ちょっとバンダバンでも分かっちゃうぞということで、はい、じゃあ次ちょっと楽しみに、 こっちの方が結構重いんですよね。はい、強欲なツボメインのね、いっちゃうと思います。いやー、だからほんまにね、これ何ヶ月前かで買ったから、うん、相場がちょっとね徐々に変わってきてはいるんですよね。当時の、うん、相場で計算してると思うんで、うん、若干のズレはあると思いますけども、まあでもね、うん、安定してるものも入ってますからね。さあ、これのプレマ見よう。お、ちょっとやばいかも。あ、これすごいかもしれない。いきます。このプレマね、せーの、はい。あはは、違った。プレマケースだった。いや、プレバケースに入ってることは、プレバがすごいのかなと思ったんですよ。はい。プレバケースでしたね。やられたわ。はい、行きます。次は、強欲さん、頼みますよ。あ、プレマ、あ、プレマあるわ。でもね。はい、行きます。せーの。バンダ。おー。やっぱりプレマだね。あおーって言ってるけど。な、これは切っちゃおうか。うん、はいはい、はい、行きまーす。せーの、バンダー、なんだこれ。おお、あはは、三元神三元士。おおのプレマ YCS のね。お、いいね。おお、あ、オシリス、オベリス、ラート、これは好きだわ。うん、これはいいぞ。これは結構良さげだぞ。はい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 。はい。で、次が、これ。はい。あ、スリーブだ。あ、え、スリーブ ?3 つ入ってるね。なんだろう。いきます。バンダ。お、あは、これか。これはちょっとなーと言って。え、あ、これはいいのかな、これちょっと、ん、どうだ、ダメダメな、沈黙の魔術師、サイレントマジシャン、うん、よくわからない。ここはね、ここら辺はよく見るだけど、これはちょっと見たことないな。うん、あまり見ないな。うん、まあ普通に売ってたのかもしれないけどね。はい、でね、あ、もう見ちゃってましたね。はい、あとシングルカードがね入ってました。うん、これで終わりですね。はい。かぁ、なんかきついぞ、なんかきつくなってきたぞ、ほんまに。これで6万はないな、ちょっと。うん。バックハード商品じゃないな。でもまたローダーに入ってそう。はい。ローダー、あ。おぉ、ちょ、ローダーに入ってたって、こっちに見えてるもん。ダメだ。今回こうだ、隠れてないじゃん。オベリスクの巨神兵。これは、あ、シクの方だね。あ、シークレットですね。はい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 。これはいいですね。はい。ということは、これあと2つあの、赤と黄色来てますから、やったやったわ、これはいいかも。これは好き。せーの。もう分かっちゃってるね。わかった。はい、おいしいです。おお、やったやった。おお、じゃあ黄色はもう見なくていいか。せーの、はい、ラーですね。はい、よかった、安定のラー、よっしゃ、やった。うわ、これ欲しかった。これはね、うん、結構嬉しい。コレクターに、あとね、綺麗、うん、あー、状態がちょこっと
とな、ここ折れてんな、可動折れしてますね。うん、この2枚に関してはいいんですけど、オシリスだけちょっと折れてんだよな。うん、ちょっとここがね、うん、折れてんですよ。うん、見えないと思いますけど、はい、ということで、まあ、はい、今回ね、はい、初のね、福袋開封やってみました。結構楽しいですね。はい、やっぱプレマとか来るとね、こう興奮しますね、やっぱね。どんなプレマが来るのかなというね。はい、でもね、ちょっと相場的なものがね、やっぱり6万円あと、これはいくらなのかな、これはちょっと中当たりぐらいのかな、3万円ぐらいなのかな。うん、でも4万から5万とか、うん、6万はもちろんないですけども、うん、なかったですね。はい、っていう感じの福袋でした。はい、超有料オリパテンさんでね、はい、購入しました。超有料ですね。はい、ネタ切れ終了。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。またね、次も遊戯王で、固めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではね、皆さんバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。